ジャベル・アンドレ・シュトロエン駅はフランス・パリの15区にあるメトロ15線の駅。15線の2つの分岐線はこの駅で合流し東方へ向かう。付近にラーシー線のジャベル駅があり乗り換えが可能である。ジャベル・アンドレ・シュトロエン駅はパリの地下鉄メトロ15線の駅。15線はこの駅で北側の分岐線と南側の分岐線が合流し、 東方のオステルリッツ駅方面に向かう。なお、北側の分岐線は西方のブローニュポンド3イコールクル駅方面への一方通行であり、南側の分岐線は東方のオステルリッツ駅方面への一方通行となっている。また、付近にあるジャベル駅でラーシー線に乗り換え可能だが、道路上を徒歩で移動する必要がある。 アンドレ・シトロエン公園の温室パリナン西部の中国西部に、あり、エミール・ゾラ・オ通り、コンバンシオン通り、バラール通り及びセーヌ川沿いを走る、ケアンドレ・シトロエン通りが集まる円形広場、ロンポアン・デュポン・ミラボーに位置している。セーヌ川に架かるミラボー橋に近い。1913年9月30日、8号線の駅として開業した。駅名は、駅が存在する地区の名前。 ジャベルと駅の南側地域に存在したシトロエン社の工場にちなんで名付けられた。シトロエン社の工場の跡地は現在はアンドレ・シトロエン公園となっている。ありがとうございます。